日々の指針、10日の指針。薬は体のためにある。祈りは魂のためにある。医学は肉体が病んでいる人々のためにある。宗教は魂が病んでいる人々のためにある。肉体の治療と魂の治療とは別々に考えられている。だが魂が病んでいなければ肉体の病はない。魂を清めるため、心の病を取り除くために祈りがある。肉体が病んだと思ったら、まず医者に薬に頼ればよい。だがそれだけでは十分ではない。そして祈るのだ。祈って心の病、魂の汚れを清めるのだ。それによって肉体の病気は完全に癒される。